コーヒーが美味しい。これ前水曜どうでしょう一番くじで当てたマグカップです。ブンブンブラウ愛用しております。はいどうも、副島マックスです。さあ、出てたね、出てたんです、出てた、こそう出てたの。水曜どうでしょうフィギュアどうでしょうですね。フィギュアどうでしょうの、これ第何弾だ、その13、もうそんなに出てんだね。今回はなんと鶴の恩返し、ミスターですね、着替えてるミスターですね。イタリアの種馬革ジャンです、花瓶マネキンですね。スポンジ立てノーちゃん、タオルオンちゃん、これ十勝20番勝負でお風呂で遊んでたやつですよね。まあなんともマニアックなラインナップなんですけども、何を買ったかというとこれです。これカブに乗ってるミスターのフィギュアが上下分かれて入ってるんです。米は上、米は下と、合体させて、そしてカブクオップ、これカブです。あの前ね、株を手に入れて赤ヘルを積みましたっていう動画ここにありますけども、ここに要はこれを今日買ってきたこれを乗っけてやろうっていう算段ですよ。ミスターが今度は株に乗ってくれるわけですよ。こう積みに変えなきゃね、本当は米屋だから米がいいんだけど、米屋はなかったよな。下から行きましょうか。下、まあこれはシートの台ですね。そしてはい下半身が出てきましたね。ミスターこんな靴履いてたんですね。ハングオンしてる状態ですから、ちょっとねお尻ずれてるんですね。では、上も開けよう。お、あー入ってます、あー入ってますね、よいしょミスターですね、省エネのヘルメットをかぶっております。そしてここにはこれダルマですね、ダルマがね、はい、鈴井さんですからスと書いてますね。合体よっ、するとこんな感じと。これちなみに赤ヘルと並べるとこんな感じですね。うわーいいなー、こう株ももう一台欲しくなるなー。でこれは前回出ました姫だるまです。姫だるまを乗っけます。よし、はい、ミスター乗れますかね。ミスターグローブしてなかったんだね。よっ、あ逃げた。よし、ハングオンかこれ、ハングオン、ハングオンかな。ああいい感じに乗りましたね。いやミスターだな、ミスターですね。ハングオンしてますね、ちょっとね、この角度なんか結構ハングオンっぽいですね。ハングオンじゃないけど、原付東日本縦断ラリーよりヤンキーに煽られ峠でハングオンを華麗に決めたつもりの米屋。こうやってねカブに乗せるとね、ちょっとやっぱこういうフィギュアはいいね、生きるね。なんかね顔が結構危機迫ってるね。あの赤ヘルも良かったですけど、ミスターもなかなかにいいですね。乗せなさいよミスター、ミスターミスター、腹を割って話そうミスター。こうなると大泉くんが欲しいですね。あとこの大きさが結構ねそこそこ大きいのでね、飾りがいがあるね。はい、水曜どうでしょうフィギュアどうでしょうその13、米や上下を買って組み立ててみたよ。これ飾る飾るぞ、ふいふいふい。